現在 9.75 はヘッセと並んでいます。続きましてブルガリアのアンゲロワ選手ですが、練習の時にちょっと右足を痛めてしまいましてね、この跳馬はやはりかなりあの選手痛めますね。そうですね、やはりかなり高難度の技に挑戦してますから。伸身ですが、ああ倒れてしまいました。やはり耐えることができなかったんでしょう。そうですね、支えきれないんですね。飛び方自体はかなり良かったんですけどね。世界的にあの最近はこう